過去、はいえー、6番にいきましょう。えー、補助動詞ですね、はいえー。皆さん、補助動詞って何か分かりますかこれはですね、私の通信講座の講義資料で、えー、紹介していますので、えー、それをご紹介いたしましょう。はい、画面を共有します。 はい、皆さん、えっ、ー、と、講義資料が見えますでしょうかえっ、ー、と、パワーポイントの資料が見えますでしょうか、ね、見えますか大丈夫ですかはい。で、えっ、ー、と補助同士。まず、そもそも補助同士って何かというものなんですが、これ、理解をしていないとお解けないんですね。はい。で、 はいまあ、ここで本動詞と補助動詞というのがありますが、えー、日本語の動詞のうち、もともと一つの動詞として成立しているものを本動詞、まあ、例えば食べるとか読むとか書くとか起きるとかですね。である動詞の手形に接続して、本来の意味以外の文法機能を担うようになったものを補助動詞といいます。ここ、もし皆さんの中で補助動詞の定義があやふやだなという方は、ですねこれメモでブワーッと書いてください。ある動詞の手形に接続して 本来の意味以外の文法的機能を担うようになったものを補助動詞。この文法的機能ですね。例えばこれ8番のご覧ください。机の上に本を置く。この置くは、こう置くですから、本同士ということですね。でも次ですね、机の上に本を置いて置く。て置くとなると、この置くの後ろのですね、置くという動詞の手形に接続して、 こっちの後ろ側の奥は物を置くという意味ではなくて、そうじゃなくって、奥という人為的動作の結果の状態が続いているということを表すですね。この,この手奥は。わかります人為的な動作の結果の状態が続いているとで、ねはい。これって何かというと、動作の最終局面が今も続いているということなので、言ってみればこれ、アスペクト。 アスペクト表現なんですよ。つまり、本同士の奥という意味がもうなくなってです、ね、えー、結果の状態が続いているという、アスペクトという文法的機能になっているということなんですね。こういうのを補助同士というふうに言いますとで。補助同士には、この手奥の他にですに、ね、手あるもそうです。手いるもそうですね。えー、手しまう、ね。これももう、 アスペクトの完了層ですね。食べてしまいました。なんですね、手くる、手行く、手あげる、手くれる、手もらうなどがありますというこなんですね。よしでしょうかで。これを踏まえた上で問題を見ましょう。1番、えー、試しにソファーに座ってみる。これは別に見るという、この見るという意味はもうないですよね。 で座ってみるということで、何かトライする、チャレンジするといいますかね、試みで何かをするという意味ですから、これは補助動詞1番の手見るは補助動詞2番目、えー、ゴミを家に持って帰る。これはゴミを持って家に帰るですから、持って帰るですから。これは、この帰るは本動詞の意味がまだ残っていると言いうかになっているわけです。したがって、2番は補助動詞ではありません。あるんですか ということが答えは1番か2番かどっちかですね。えー、3番目、花がきれいに飾ってある。この手あるも飾った状態が今も残っているということですから、これもアスペクトですよね。したがって、これは補助動詞と。4番目、嫌なことはすぐ忘れてしまう。この手しまう、さっきもありましたよね。はい、これも補助動詞と。 5番目、解決の糸口が見えてくる、手くる、これも先,も先ほどもありましたですね、手くるですね。これも補助動詞ということで、答えは2番、ゴミを家に持って帰るという、<laughs> 2つの動詞がただったら、手形でつながってるだけという、そういうことなんですね。はい、答えは2番でした。よろしいでしょうか。はい、はい、7番いきましょう。 借用における文法形式の脱落という,ようです、ねはい、こういうパターンでですねこれ実は平成29年なんですけども、こういうパターンの問題って実はこれまで、ね、出たことはなかったんです。はい、なのであの、もし29年受けた方ですは、ね、なんだこれと思った方もいらっしゃるかもしれませんけども、でもやっぱりその最初の借用による文法形式の脱落という意味が分かれば、えー 自ずと分かる問題なんで、すねでここでいう借用って何かっていうと、これ選択肢見れば全部カタカナの外来語っていうのは分かりますか分かりますよね。これ分からなかったらちょっと日本語教師になるの難しいですけど。<laughs> ね、<laughs> つまり英語なり、なんか他の外国語から、ねえー、借りてきた言葉という、そういうことなんですね。借用というのは。もともと日本にあった言葉なくって、外国の言葉から借りてきた言葉、これ借用ですね。で、それを借りてくる際に、 本来の、まあ、元の言葉、これ言語と言いますけど、言語にあった何かその文法的な要素が借りてくる途中で抜け落ちちゃったという、それが文法形式の脱落ということなんですね。はい。どういうことかと言いますと、これも、ね、ちょっと画面を共有しましょう。えー、ちょっともうちょっと大きくできるかな。よっ。 ちょっとこれぐらい大きい方がいいかな。これぐらい大きい方がいいですかね。1番ですね。マッシュポテトなんですけども、これ実は、えっ、ー、と、まあ、もともと英語なんですが、英語で書くとですね、マッシュド、あ、じゃマッシュドポテトとこうなるわけです。本当はね、えっと、こうだ。 スペル間違いないですかね。マッシュドポテト。いいですね。はいはい。ね。まあ私たちはマッシュポテト、マッシュポテトと言いますけども、えー、正確に言うとですね、英語ではマッシュドポテトと言うんですね。つまりどういうことかというと、これが抜けてるってことなんですよ。ED が。まあこれ日本語で言うと、まあマッシュされたの、されたに当たるようなものでしょうかね。はい。 これ抜けてるということ。これが、つまり文法形式の脱落ってことです。わかりますこういうふうに考えればいいんですね。2番以降も言いましょうか。2番は、シフォンケーキ。シフォンケーキ、英語で書くと、もともとの言語で書くと、こうなりまして、これは別に1番のような、なんかこう、 ed とか、なんか他の文法形式が抜けてるわけじゃなくて、まあ、そのまんまシフォンケーキで、でそのまはま日本に入ってきた言葉だ。まあ、これは文法形式の脱落はないんですねということです。なるほど。ということは、答えは1番か2番かどっちかですね。3番目。スモークチーズ。これ、英語で言うと oked,、えー、スモークチーズとなりまして、 ですね。これ一番と同じように、私たちはスモークチーズ、スモークチーズというふうにですね、えー、まあ、無邪気に言っておりますけれども、えー、アメリカ人がするとそれは本当は正しくないんですよと本当はスモークってってクッディとかいるんだとね。だから日本語に入るときにこれが抜けているということなんですね。ということはもうこの時点であ二番が答えなんじゃないかなというふうにも我々は思えるわけですと。四番。 アイスコーヒー。これ <coughs> ですね。はい、えー。言語で書くとこうなります。ね。ここも、えー、アイス。だから、まあ、ここ E が重なってるの。ここ、これが日本語に入るときに抜けてるんですね。はい。ね。同様に5番目も、 スクランブルエッグ。ね。スクラン。ね。こうなるわけですね。本来は、本来は、英語ではスクランブルでエッグと。ね。えー、ぐちゃぐちゃにされた卵みたいな感じでしょうかね。これが抜けてるわけですね。 はいえー、日本語に輸入されたとき、段階で ED が抜けていることを知らずに、えー、無邪気にスクランブルエッグを食べる日本人のいかに多いことかみたいな、なんか、どっかで聞いたことあるようなセリフですけどですね、<laughs> まあこういうことになるわけですよ。したがって、答えはですね、2番となるわけなんですね。